モーツァルトはお好きですか、大佐。ん？交響曲第40番失踪する悲しみ、自分は好きなんです。これを聞くと深海の魚になった気分でゆったりしてる。反応は？ありません。シーバットがインド洋で捕捉されたという報告はありません。まだこの辺にうろついているはずです。注意しろ、エンジンを停止させたままいきなり魚雷という手もある。なるほど、気分が落ち着く。故郷のミシガンの風に揺られているようだ。まさか1000メートルの深海でこれを聞こうとは思わなかったがね。ソナーより艦長室スクリオンです。方位122、距離5000、ロス9源線。数は？その後方におそらく数隻。接近していたニューヨークが予測通り停止しました。本艦の真上深度500、残りの2艦も後方5キロでエンジン停止。よろしい、総員戦闘配備。総員戦闘配備。私が合図したらカセットのボリュームを少しずつダウンする。はっ。得意の先制攻撃をかけんと向こうから撃ってくるぞ。ご安心ください、ライアン大佐。あんな間抜けな艦に魚雷など撃たせやしません。指導力を電池に切り替え、バラストタンク無音ブロー、毎秒3メートル浮上。毎秒3メートル浮上、バラストタンク無音ブロー。間違いない、シーバットだ。魚雷制御入力用意。送電ナンバー1から4、通常弾頭および優先誘導。中水音艦長、ニューヨークが魚雷を装填しました。カセットの音量を毎秒一目盛りずつ下げ、バンドはまだ鳴ってるな。は、5分前と同じレベルです。こっちは気づかれていないな。その合図したらビーコンを撃て。音波が変えると同時に魚雷発射だ。はい、同乗しているライアンには気の毒だが撃沈命令が出ているんだ。ふん、海兵だ。音を絞って徐々に遠ざかったと見せかける気か。よし、フィンガー撃て。魚雷撃たないでください。シーバットが本艦の真横にいます。ウォーニー。浮
常停止。